はいおはようございますアサヤメンタルクインクの日常増田祐介ですえー、っと今日はですね3月3日、えー、日曜日でございますえー、っと今日これからですね Zoom であの講演会があってですねあの講演会あの聞く方じゃなくて今日する方なんですけど、えー、あるのでまあ出勤してちょっと準備してるということですねでご飯を食べようかなと思いますでデデンとタリーズ なんですけど行ってきたんですけど今めちゃくちゃかわいいっすねこれこの紙袋素敵だなと思いますでドーナツとでかいコーヒーですねはいを買いましたこのこのぜプチ贅沢がなんか医者感ありますよねはい なんかタリーズって防衛医大の僕が研修医になった時に病院がちょっと新しくなった時にタリーズが入ったんですけど病院の中に。であそこで朝ごはん食べるの超おしゃれだなと思ったんですけどなかなかやっぱりね当時そんなねコーヒーにもハマってなかったしなんかもったいないなと思ってファミ,ファミリーマート病院に入ってたんですけどファミチキ買ったりして医局で食ってましたけどでもタリーズも。 あのいいですよねなんか意識高い系の女医さんとか同期のね研修の女の子とか買ってましたけどまあいいやうんおいしいでえー、っとこれですよねこれ。 このこのイカスミぐらい濃いですカカオのこいいっすよねうんローナツうん あーたまらないねこの脂と甘みが朝だと罪悪感なく食べれますよね比較的ゆると夜とか夕方とかに食べるとめちゃくちゃ罪悪感ありますよねドーナツって何なんだろうなみたいな, <laughs> なんかしかも2個ぐらい食べると本当にもうなんか落ち込みますよね、うん まあラーメンもそうっちゃそうなのかもしれないですけどもうラーメンの時はもうなんかむしゃくしゃしてるからいいんですけどねああ,あ,あうん うん、なんかあのー、メインチャンネルの方であの、えー、と自助会の話とかしたり、えー、と自助会の、まあ、2周年を迎えるにあたってあ三3周年あ二2周年か2周年を迎えるにあたってなんかこう 僕,がじ僕自身も弱みを見せるみたいな試みをやってみたんですけどなんか視聴回数伸びてるか伸びてるかよくわかんないですけどまあいろいろいいコメントをもらってて僕ちょっと怖くてもう見てな,見てないんですけど2回目はまああのなるほどなと思いましたねで先日も佐渡島さんとちょっと YouTube ライブ撮ることができてあの いろいろ喋ったりしたんですけど4時間も話に付き合ってもらえてもうなんか最後の方は脳がとろけきってましたけどでも佐渡島さんもすごい打ち合わせその日あったみたいで夜結構下手人だったんじゃないかなと改めて思いましたで,でなんかいろいろ発見が多くてですねやっぱりこう良かったですね本当に。 うん、でいろいろ教訓があったんですけど一つは AI を使って文章を書くっていうこととなんか人に任せるよりももうちょっと自分でやった方がいいのかなっていうのは。 ながら思ったということですねあと両ハムさんと喋ってて思ったんですけどいやこ,ういうのこうしなきゃダメだよって言ってもやっぱりイメージしにくかったりするみたいで,で結構「できます」って言うんだよね「あ,のあ分かりました」って言う「できます」って言うんだけど実際はできてなくて。 あのいやそれダメだよとか言ったりするんですけど結構みんなできますって言うんだよねできませんって言えないみたいでまあでも自分もそういえばそうだったなって気もしますね若い時とか特に、うん、全部ができないし全部がやったことないから意外とできるかもしれないしやれるって言われたらなんかできますって言っちゃったりし,しがちでしたけど。 でもなんかその結構僕とかはね現場で鍛えられたというか昔ってそうだったんですよねなんかもう僕の時はギリギリその研修医が当直しちゃう時代だったんでうんめちゃくちゃな時代だったんですギリギリ。 夜間、患者さんが来て対応するとか、取れそうなの取ってとか、うん、最近は当直業務とかもやってないですね、そういえば。 うん、指定業務もねやってないんであれですけど、うん、だ開業してからそうですね当直やってないんであれですけど、うん、まあ何かっていうと、まあ、何,が何をするかっていうことをもうちょっと明確にしてみるとか 10年計画とか30年計画を立てなきゃいけないなぁと最近思いましたね立ててそれを見せていくそれが結果的に修正するものであってもまあなんかもうちょっとオープンにしていくたりとか特に内々ではねうん。 もっと全体のとか人間を把握しないといけないなと思っていますね。うん。な、そんなことを考えましたけど。うん、そういえば開業当初とか個人面談とかやってましたもんね。うん。最近やんなくなっちゃいましたけど、朝の会とかも。 うん本当はもうちょっとした方がいいんでしょうけど、うん、まあなんかそういう時期も起きてるのかなって気がしたりとかうんぐらいかななんか何の話やったかですねうん。 うんでもなんか里島さんからいろいろ教わったりとか教えていただけて本当に感謝ですねうん いやでもうんなんかこうぼやっとしちゃったけどそのまあなんか佐渡島さんなんか面白くないなみたいなこと言ってたんですよね「ジャンプつまらん」とか言ってましたから最後 <laughs> まあちょっと「金言」みたいなものとか「雷」って僕言ってましたけど「金言」じゃないです「雷」。 なんかその雷に打たれるようなその面白いものっていうものを提供するっていうのがまあ次の僕の役割かな次っていうかまた今度会った時の役割かなと思っていてそれまでに自分の考えとかいろんな思いとかをまとめていくっていう作業をしていくのがいいのかなと思いましたね。 でうんなんかその佐渡、まあ、島さん曰くメンタルヘルスのブームは来るだろうとかそういうことが話をする時代は来るだろうっていうふうには言ってましたね。ででもそそれをうんその中で、まあ 今のまま続けてたら一番の影響力があるポジションに入れるんだからえいられますよみたいなことを言ってましたねでもそこにじゃあ次の革新性じゃあそれはそれでいいだろうじゃあ革新性とかは何なんだろとか独自性は何なんだろうとかそこまでは何かか 提供できなかったり、見せることはできなかったなっていう気もするし。まあ、見せれてるかもしれないですけど。あとは社会貢献とか。事前活動とかの部分の魅力とか面白さとか。なんて言うんだろう。そこの必要性とかを。なんかうまく言語化できてなかった気もするし。それをなんか伝えてなかったなっていう気がしますね。だから、ある種のああいうビジネス的に成功している人たち。に。 その部分事前活動的な部分っていうものをその必要性とか意味とか面白さを伝えきれてないなと思っててでそのそれをちょっと一回考えてみてもいいなとただ事前活動をするっていうとなんか医者がトップでなんかその。 医者の言うことを聞かななきゃいけないいけのかみたいなその事前活動のやつらの言うことを聞かなきゃいけないのかみたいなところはどうしてもあるんだと思うんですよね。じゃなくて事前ビジネスマンたちがこう自分たちのアイディアで自分たちがやれる環境気持ちよくやれる環境を作ってあげるといいのかなとかそしてそれが何かこうアメリカとかそうじゃないですか。 業家が大学に出資するだけど図書館の名前が付くとかなんかねそういうなんていうのかな,いやなんかその面白さっていうものをどう言語化して提供するかってことなのかなっていう気もしたりしましたね。はい、なんとなくねなんとなく思いましたけど。うんだからゲーム でまあ、その島に言ってましたけど、ね、だから慈善活動って彼らにとっては余暇というか遊びというかかっこかぎ付きの遊びですけどだから「面白い」っていう言葉は不謹慎かもしれないけれども「インテルスティング」というかうんなんかそういうこと時きをした時にじゃあ遊びって何なのかっていうと。 普普段段使使わわなないいい筋肉というか普段使わない部分普段自分が表現できてない自分を表現するそしてそれが自由にできる主体的にできる能動的にできるということなのでなんかこういうビジネスの世界でまあ大変ですよねあの。そういう世界の中で、えー、いつも抑圧している善人としての部分を 解放できる試みっていうのがそれをなんかちゃんと自分僕らがパッケージングできるかどうかが次の肝なのかなというふうに思ったりしましたけどうんまあちょっと考えます。それこそねユーチューバーとかインフルエンサーの人たちがのがなんかこうそのいい人に見えるとか1年に1回こう クリスマスマキャロルじゃないですけどそういうふうなことをこちら側が提供できるともっといいんだろうなとは思ったり、うん、なんかちょっと考えますけど、うん、そういうことをそうやって巻き込んでいくっていうのが僕の、まあ、独自性でもあるし影響力を高めていくことでもあるしまあ別に僕がもう影響力なくてもいいんですけど精神医学の影響力 高まってくってことなのかなというふうにも思いましたねはいじゃあ終わりますではまた